はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、この動画では Windows 10の初期化方法、手順にですね、ついて説明をしていきます。では、早速、説明を行っていきます。まずですね、最初にスタートボタンをですね、クリックしていただいて、そして設定を開きます。Windows の設定を開いたら、画面下の方にスクロールしていき、更新とセキュリティを選択します。続いてですね、左側メニューから回復を選択します。そうすると、この PC を初期状態に戻すという項目があるので、こちらのですね、下にある開始するを、クリックしてください。でクリックするとこの PC をリセットするという別のですね、ウィンドウが開きますので、ここからですね、リセットの、選択等をですね、行っていきます。まずですね、はじめにオプションを選択してくださいという画面が出るんですが、このですね、初期化においてですね、すべてを削除すると、あと個人用ファイルを保持するの2つを選択することができます。すべてを削除する場合は、このですね、ログインしている、今現在ログインしているユーザーアカウントもそうですし、別のですね、アカウントとかですね、あれば、そういったものもすべて削除されます。で、個人用ファイルを保持するというものは、ローカルのですね、ユーザーアカウントを残したまま、そのですね、ローカルユーザーのアカウント内で作られたファイル、保存されているファイルですね、とかは残されて、アプリケーションとかをですね、削除するという形になります。で、今回ですね、この初期化っていうことで、初期化するにあたってですね、やっぱり何か不具合とかがあったりとか、まっさらにしたいっていうことで多分やる方が多いかなと思いますので、今回は、全て削除するの方をですね、選択して、こちらでですね、初期化を行っていきます。で、このですね、オプションで、全てを削除するを、クリックします。続いてですね、Windows を再インストールする方法の選択という画面なんですが、こちらですね、クラウドからダウンロードを行うと、クラウドからですね、ダウンロード、まずですね、データを、ダウンロードしてくる必要がありますので、今回はですね、このローカル再インストール、ということで、このデバイスから Windows を再インストールするの方を選択します。で、こちらですね、クリックします。この画面もですね、今現在のですね、設定、選択した画面の確認ということになります。特にですね、問題なければ次へをクリックします。そうすると、この PC をリセットする準備ができましたということで、今回ですね、すべてのユーザー、アカウントも含めてですね、初期化しますよということの内容の確認と、このデバイスからですね、Windows を再インストールするっていう確認ですね、こういった処理が行われますよという確認をですね、ここで最後にしていただいて、これで良ければですね、右下のリセットをですね、クリックします。で、このですね、リセット、初期化にあたってですね、この注意書きにもですね、書かれていますように、スペック等にも、パソコンのスペックでも異なるんですが、結構時間がかかります。時間に余裕を持ってですね、この作業を行ってください。で、作業の準備ができたらですね、最後に右下のリセットをですね、クリックします。で、そうするとですね、もうすぐにリセットの、初期化のですね、作業が開始されます。で、リセットのですね、準備が終わると、もうすぐにですね、再起動等が始まって、そしてですね、 Windows の、初期化ということで準備が進んでいきます。で、初期化がですね、終わると、もうその先にですね、初期化の最初のですね、初期設定ということで、画面が切り替わります。まずですね、初めに住まいのですね、の地域の設定ということで、まず日本をですね、選択します。続いてですね、キーボードのレイアウトということで、これはですね、初期設定のままで OK です。で、2つ目のキーボードレイアウトは特に、追加しないのでスキップをします。そして、使用許諾契約ですね、 Windows 10の、許可ですね、をします。で、続いてですね、設定する方法指定ということで、今回はですね、個人用に設定の方をですね、選択します。次にですね、アカウントの作成画面なんですけれども、今回はローカルのアカウントオフラインですね、作っていきます。で、左側のですね、オフラインアカウントを押して、さらに制限付きのエクスペリエンスをクリックします。で、続いてですね、このアカウントの名前ということで、この PC 使うのは誰ですかということで、今回ですね、パソケンと入力していきます。そして次へをクリックします。で、続いてですね、このアカウントのパスワードですね、を入力します。そして次へ、最後、次にですね、パスワードの確認ということで、再度同じですね、パスワードを入力し、次へ、
続いてですね、このアカウントを忘れた場合に備えてということで、セキュリティの質問をですね、いくつか、で3つ、それぞれですね選択して、そのですね質問に対しての回答というのをですね、1つずつ、入力して、次へという形で3つ行っていきます。続いてですね、デバイスのプライバシー設定の選択ということで、こちら任意でですね、それぞれ、はい、家を選択して、最後にですね、右下の同意をクリックします。続いてアクティビティの履歴を利用するかどうかということなんですが、こちらのですね、はいを選択します。次にですね、お使いのですね、スマホを登録、番号をですね、登録することできるんですが、今回はやらないので、後で処理するをですね、クリックします。続いてワンドライブを使用してファイルをバックアップという画面なんですが、こちらのですね、そのままということで次をクリックします。次にですね、コルタナの設定ということなんですが、今回ですね、特に必要ないかなと思うので、今は実行しないの方を選択します。でそうするとですね、これで初期設定の方が完了となりまして、こんな感じで現在準備中ですというふうにですね、なって、処理が働きますので、しばらく待ちましょう。で全てのですね、処理が終わると、このような形で、デスクトップ画面がですね、表示されますので、これでですね、Windows 10の初期化ですね、設定が完了となります。